ワールドシリーズ進出はお預けとなった。現地10月18日、日本時間19日、に行わなリーグ優勝決定シリーズの第5戦、ドジャースはメッツに6、12の大敗となった。動画、2試合連発、大谷翔平、ポストシーズン3号ソロを放つシーン。 3勝1敗でシリーズ突破に王手をかけていた試合で内容が注目されたが先発右腕ジャック・フラハティの大乱調で試合が崩れたことも響いた攻撃面でも注目のプレーがあった1回表ドジャース先生の後期を迎えたシーン1番 DH で先発出場した大谷翔平は第一打席で右前打をマーク続く好調なムーキー・ベッツも右翼へ二塁打を放って 無視に三塁の形を作るそして続く3番のテオスカー・ヘルナンデスはショートゴロに倒れてフォースアウトとなったがこの時メッツの遊撃手フランシスコ・リンドーアは全身守備を取らずに深めの位置で補給ショートゴロとなったが三塁走者だった大谷はホームに走らずこの大谷の走塁判断に関してベネットワークホックススポーツの実況席はなぜ行かなかった と疑問を呈し結局その回、ドジャースは無得点で初回の攻撃を終えてしまう。するとベンチレポーターのケン・ローゼンタール氏が3回にドジャースのデーブ・ロバーツ監督に、大谷の走塁判断について直撃。指揮官は、よくわからないね、ボールはグラウンドの中央に飛んだわけだけど、彼、大谷は思考が止まって固まってしまったんじゃないかな、と厳しく追及。 流れがあちらに傾いてしまったところがあるんで、なんとか引き戻したいね、と言葉を続けたのだ。このプレーに対しての指摘は試合後も続いた。ドジャース専門メディア、ドジャーブルーで公開された試合後インタビューの中でロバーツ監督は初回の走塁について、打球は二遊間に転がったわけだから、翔平は本塁に行かなくてはならないことは分かっていたはずだ。でも三類に とどまってしまった。言い訳はできない、とばっさり、チームが先制できるチャンスだっただけに終始、厳しい表情だった。この大谷批判をメッツの地元紙、ニューヨーク・ポストも大きく取り上げた。デイブ・ロバーツは大谷の思考停止に不満げな様子だった、とタイトルカットをつけた記事を配信。同記事の中でドジャースの初回の攻撃内容について、 先生が楽勝と思われた1回の無視2、3塁のシーンで、スーパースターは3塁でフリーズしてしまい、走るべき時に走らなかった、と記した。結果的に初回の後期を得点に結びつけられず無得点。ロバーツ監督は3回表になってからそのことを聞かれ、残酷なほど正直に思いを明かしたのだ、と試合中に行われたインタビュー内容を伝えた。一方 この試合では3回8失点 KO となったフラハティの降板時期をめぐってのロバーツ監督の判断にファンからも不満の声が漏れるなど、荒れ模様の試合となった。ドジャースの3勝2敗で本拠地に戻って戦う第6戦は、ロバーツ監督はブルペンデーとなることを明かしている。運命の6戦の内容次第では、この第5戦の試合内容がクローズアップされる可能性も出てきた。